ジョディ・ウィリアムズは、アメリカの教師で、平和活動家、バーモント州出身、地雷禁止国際キャンペーンの初代コーディネーターとして、対人地雷の禁止及び除去について活動している。その活動が評価され、1997年に、地雷禁止国際キャンペーンと共に、ノーベル平和賞を受賞した。バーモント大学卒業後、スペイン語と、 英語教育の修士号を取り、メキシコで2年間、英語教師を務めた。その後ワシントン DC に移り、働きながら1984年、ジョーンズ・ホップキンス大学大学院にて、国際関係学修士号を取得した。路上で渡されたチラシをきっかけに、エルサルバドル内戦に対するアメリカ政策についての会議に参加。1984年より、 ニカラグア・ホンジュラス教育計画のコーディネーター、1986年からが、エルサルバドル医療援助のディレクター代理を務めた。ベトナム退役軍人アメリカ財団会長の、ボビー・ミューラーとの出会いをきっかけに、1992年に、設立された、地雷廃絶国際キャンペーンのコーディネーターに就任。わずか6年間で1000団体を起こす規模に成長させ、 123カ国が参加するオタワ条約の成立に尽力した。ありがとうございます。